新宮駅をここで降りて1キロ結構あるな、まだ地下通路ないね、ここは。なんかこの度は地下通路に始まって地下通路に終わりそうですけどね。そうや、最初も地下通路に入るところから始まったよね。あれ、ちなみにこのね、お土産とかもいろいろ買って、あ、さすがにこれだけじゃあかんな。職場のお土産これが足りやんな。職場に、あ、まあ駅前に売ってるやろ。でも名古屋の味噌煮込みうどんが売っとるやろ、なんでやろうかっていうのもね、なあ、ちょっと面白い話聞きましたよ。まあ、名古屋の味噌煮込みうどんは、まあ、もう一つ、名古屋の名物といえばですね、きしめんですね。名古屋といえばきしめん。うどんといえばね、まあ、味噌煮込みかきしめんか、まあ、カレーうどんも有名ですけどね、若狭一夜があって、あれなんですけど。ね、きしめんっても有名ですね、名駅のね、新幹線のね、新幹線のホームのね、